皆さん、産業時代の街づくりシミュレーションゲーム、あの1800プレイ動画へようこそやろう。パート6やっていきたいと思います。街もだんだんでかくなってきて、綺麗な街を眺めていたいのは山々なんですが、生産効率が悪すぎてですね、破産するんじゃないかとか、戦争で負けるんじゃないかとか、いろんな不安が募ってきています。それを解消しましょう。まず、船が足りない。船作りましょう。そして、この町、ノーショーピングを、工業都市にしたいと思います。コメントでですね、第1都市は工業。で、第2、第3の方に、農業を集約させないと、効率が悪いと書いてあったので、そうしていきたいと思います。現在、このノーショーピングにある小麦とか、あと豚かな、そういうの全部、第2、第3の方に移そう。農業大躍進政策行きましょう。中国のあの伝統的な伝説の政策をね、今回やりましょう。農業大躍進のごとくね、もしかしたら破産するかもしれませんが、挑戦する価値はありますよ。やってみよう。で、まず船ですね。船2つ作ろう。1つだと完成したのが気づかないかもしれないけど、2つだったらとりあえず放っとくだけでも2隻できますから。あとですね。で、余力があれば、交易なんかもやりたいんですが、まずは農業大躍進やっていきましょう。もうノーショーピングの街である農業、農家いんないんで、農業大躍進政策をもう、成功すると仮定した上で、ゲームやってきますから。どんどん、有頂天の農家をね、アップグレードさせていこう。肉がある限りですね。オマナ夫人の町には、工場労働者のアップグレードしたような建物があったんで、我々もそれ作りたいですね。それを作るには、需要が足りませんね。あと学校ですね。学校作らないといけませんね。学校作るには、製材20と鉄骨材が20ですね。スクーナー船を作ったのと家アップグレードさせすぎて木材がない。あと製材が3足りませんね。製材っていうか、鉄骨材ですね。バランス、規定量まで品物を購入売却する。もう売却なんかしちゃダメだよ。貯めなきゃいけないんだから。木材は多分貯まるし、製材も、鉄工所一つしかないけど、あと3だから、ちょっとすれば貯まるね。待っててもしょうがないんだよ。この間に。スクーナー船できたかな。グリフォン。これ前からあった船かな。あ、できました。スワンプラットですね。もうできましたね。これを、これから農業大躍進政策を行う。何これ、どこ、あ、これノーショーピングだな。ノーショーピングではなくて、ゴールドファートの方に持っていきましょう。そうですね。もう、だからゴールドファートは工場労働者いんないんだから、経費削減のためにこの粘土欠ぶっ壊そうかな。いらんもんね。必要最小限のところまで、あなたっていつも鋭いわね。時間の経過とともにベリル・オーマナとの関係が悪化した。ノーショーピングの街フェスティバルが終わった。なんかフェスティバルやってましたね。ノーショーピングの街でフェスティバルが終わったために魅力度が下がった。あと1ですね、鉄骨祭。じゃ、待とうか。いや、待たなくていいか。ゴールドファートを拡張しよう。工場労働者ダウングレードしようかな。レンガは作っててもいいかな。どうしよう。とりあえず家増やしとこう。とりあえず家増やしとけば、いずれ農家が必要になった時に、すでにいれば、すぐに動かせますからね。で、道引きましょう。もう鉄骨材溜まったようですね。
で、それでは学校を作ろう。相手のところにぶち込みましょう。アーチボルド・ブレイク卿はノーショーピングで取引を行った。お金くれたんかな？これで、人口があと一人貯まれば、労働者をアップグレードできますね。幸福度が足りない。あ、ビールがない。それビールまだ作ってないやん。ビールを作るには、穀物農場と麦芽製造所。これは工場労働者必要としますね。で、醸造所。これも工場労働者が75人。ホップ農場は農家がマイナス20。ホップ農場とビール用の穀物農場は、これはゴールドファートの方で作って、ビールのための麦芽製造所と醸造所は、このノーショーピングの方で作ろうか。やってみよう。船の建造が終了した。じゃあまずこっちで畑を拡張していきましょう。まずここかな。138ですね。あとちょっと足しましょう。これおそらくこの倉庫に、近くの倉庫に持っていってくれるでしょう。で、次ホープですね。これカートの数足んないか大丈夫かな。カート現在3つですね。多分足りてないかもしんない。カートが足りてないんだったら、まあ、いや、とりあえずこのままやろう。で、さらにもっと道引いて、農業大躍進やるわけだから、さらに、大躍進というのにふさわしいぐらい、でかい穀物農場を作っていきましょう。もうちょっとずらそう。で、ホップも大躍進というのにふさわしいぐらいでかいホップ農場を作りましょう。よし。で、多分ここはカート足んないから倉庫を増やしましょう。倉庫小ですね。もう小でも結構でかいよね。で、道を撤去して、入れよう。で、このゴールドファートで生産した、ホップと穀物を全部こうやって積んでもらいたいから、ルートを組もう。ゴールドファートからノーショーピングへ。で、積むのは、穀物積めるだけ、そして、生産したホップ詰めるだけ。で、ノーショーピングで全部下ろすと。承諾ですね。あとは勝手にやってくれるでしょう。まだ生産始まったばっかりだと思うけど。で、資源は足りてますね。じゃあ早速ね。あ、まだビールできてないか。まあいいや。とりあえずアップグレードやってみよう。幸せな労働者をアップグレードして、職人がやってきました。熟練の職人技時代ですね。やりすぎるとまずいんかもしんないだろうけど、新しい探検が可能だ。新たな冒険者。あ、新たな冒険だ、提督。持ち主のいない土地に関する噂が広まっている。誰よりも早く調査してみよう。これ割り当てましょう。やってみよう。
あ、これ時間進んでますね。プリンセスチンは入植できる他の島を探す許可を求めている。ここで新たな王国を築きたいわ。そう、俺の島に行ってんの？入植できる他の島っていうんだから俺の島ではないよね。一応俺に断りを入れてるってことかな。とりあえず許可しとく？まあいいや、とりあえず。うん、まあいいや、とりあえず。島を割り当てよう。いや、船を割り当てよう。ガンポート、スクーナー船は輸送船なんで、ガンポートのスナッピングタートルで、未知の探検に行ってみましょう。何を積むかですね。これ武器でしょ。戦うのに必要でしょ、武器。50トンあたりの、とりあえず50トン積んでいってもらおう。士気が増大しました。それでも47だけど、もっと積めないの？ダメなようですね。じゃあ行きましょう、これで。探検始めよう。行ってくれ。これ自動探索モードみたいなやつかな。で、ゴールドファートはこの間にもおそらくホップと小麦を生産していたと思うんで。あ、できつつありますね。あ、積んでますね。っていうことはもうビール作っといた方がいいですね。ノーショーピング。労働者は現在280いますから。農家だいぶ減りましたね。5ですね。空いてるところにビール醸造所。まず麦芽製造所ですね。あとでここにある小麦畑はいつで潰すんで、多分カートが来ますから。麦芽製造所一つと、醸造所一つ。作りましょう。なんか足りませんね。鉄骨材が足りませんね。待つしかないですね。製材40とマット20と武器15でフリゲート艦が作れますね。維持費100か。ただ強いんでしょうね、フリゲート。シビライゼーションなんかだとフリゲート感めちゃくちゃ強いですよね。その前のキャラベル戦なんかと比べると圧倒的に強くて、フリゲートラッシュとかありますよね。それぐらい強いんかな。あらゆる状況で信頼性の高い軍艦。これいかにこれを持たずに、街を発展させるかが、オマナ夫人に追いつけるかどうかだと思うんですよ。オマナ夫人の顔色を伺いながらフリゲート感は作らずに、街の拡張をやっていきましょう。多分その方がいいと思うんですよ。いくつ必要なんだっけ？鉄骨材。鉄骨材4つですね。鉄骨材は、売らないように設定したんで、買いたくてここに島にやってきた人は誰も買えないから。あ、3、あと1ですね。じゃあ待ってよ。今のところ積まないで、プレイできてますよ。ゴールドファート、人口を増やしたがために何かの資源がなくなったとかはまだないみたいですね。どうした？キャプテンはあなたの探検隊の一つが活動中だという。活動中ですね。まあ終わってはいないですね、だから。じゃあ放置ですね。プリンセス・チンがあなたとの交易協定を希望。私たちはニレの木の枝ね。支払い8000。我々が払うんじゃないよね。提供物だもんね。彼らが提供するんでしょ？支払いですよ、これ。そもそも、このお金4000しかないから、これ相手がくれるんじゃないかな。じゃあ承諾しよう。It is good manners to agree terms of trade. コメントでね、交易もやった方がいいって書いてあったんですよ。手がね、回ればね、やりたいな。ベリル・オマラはあなたがプリンセス・チンとの交易協定を結んだことを喜んでいる。そう。オマラ夫人の機嫌を取りながら、戦争に巻き込まれないようにしながら、発展やっていきましょう。金貯まりました。あれなんか、鉄骨材減りましたね。何に使ったんでしょうか。あ、じゃあ今のは違う。ノーショーピングじゃないとこ見てた。あ、新聞ですね。とりあえず、まあ、放っとくだけでも、ビール生産始まりますから。その間に新聞読もう。アンド年表。
幸福と光、ノーショーピングは笑顔でいっぱいだ。ある住民は最近の調査で今の気分は10点中 8.6 点かな。でも有頂天ってわけじゃないよと答えた。今回はプロパガンダ必要なさそうですね。全部肯定的ですよ。新たな交易パートナー、プリンセスチンとの有利な協力関係。記者は最新の数値を明らかにし、交易によって、貿易ですね、貿易によって直ちに得られる経済的利益を指摘している。確かプリンセスチンがどっかの島に入植するときに我々に許可求めて、それで有効度が増えたから、交易協定、貿易協定が結べたんでしょう。最初の職人たちがやってくる。新しい職人たちは以前は夢でしかなかった優雅さと華やかさを披露し、ニートエンパイアに文化と洗練度を加える。この多種多様な個人主義者たちは薄く透き通るような生地と香水に身を包む。猫を集団行動させると題された織り込み特別生地に詳しい。よくわかんないけど、まあ発行しよう。なぜお金がマイナスになるんだ。どうした、なんか俺やったか。あ、醸造所作ったことによってなんか維持費がかかっちゃった。あ、そうですね。もうこうなると、どうしよう。もう人数増やすぐらいしかないな。今できることといえば。とりあえず空いてるところに農家を、入れて増やしていきながらの、で、いずれアップグレードですね。もうアップグレードしよう。こんだけ家建てたらアップグレードしても別に怒られないでしょ。放っときゃいいでしょ。My ambitions exist mainly in the imagination. あ、酒が供給され始めましたね。We'll raise a glass to you, Gav. 酒が供給されて、供給がおそらくこれ完璧までいけば税収増えますから。あ、なんか急に増えてきたな。何が足んないんだろう。物資が不足している。あ、ホップの生産が全然間に合ってないってことですね。現在ホップが4、ホップは溜まってる。だけど麦芽がないと。で、その麦芽が現在ここに到達してないと。あ、今持ってきてる。あ、これカートがこの走行中だと3つしかないから手が回ってないかもしんない。もうゴールドファートの方で小麦生産してるから、ここにあるあの穀物農場がこれ潰してもいいかもしんないな。小麦増えていってるかな。あ、なんかパン減ってきちゃいましたね。パンが減ってきたっていうことはこれまずいな。ゴールドファートでもう少し小麦貼った方がいいかも。小麦あと1枚貼って、1回の船の輸送で大量に積んでいってもらいましょう。ゴールドファートの方は、多分それで大丈夫だと思うんだよ。あ、収入増えましたね。840ですね。急に増えたね。マジで急に増えましたね。本当にビールが足らんな。麦芽製造所は、処理時間30ですね。ビールは1分ですね。物資さえあれば、麦芽製造所1つで、醸造所2つでビール2つでできるわけですよ。最大に効率が良ければ。なんかもうこの壊した方がいいかもしれない、これも。こうすることによって解消されるんじゃないかな。ホップは溜まってるんですよ。
あ、麦芽製造所？あれ、ホップ、あれ？あ、そっか、麦芽製造所はホップを加工するんじゃなくて、穀物を加工するんだ。で、その穀物がパン屋の方に取られてるから、回ってこないってことだ。なるほど。わかった。だいぶわかってきました。あ、違う。穀物が製粉所に取られてるんですね。いや、もっともっとゴールドファートで穀物を作ってもらおうか。もう一度にめっちゃたくさん作ってもらわないと。パンとビールどっちも供給できなくなっちゃう時がいずれ来るかもしれません。そうなると大変ですからね。黄金の麦畑がだんだんできてきましたね。で、ゴールドファートはまだまだ労働者たくさんいますから、もっとたくさん畑作っても問題ないですね。あ、これアップグレードできますね。倉庫アップグレードしてカートの数増やしましょう。なんとかね、破産しないでプレイできてはいます。フリゲート艦はまだいいでしょう。攻められてないんだから。はいはい、穀物が溜まりにくいですね。パンを、小麦輸送するっていう考えがダメなのかな。やんない方がいいのかな。ああ、6しか積んでないな。もっと作った方がいいか。6とかじゃ多分足んないんだろうね。もうちょっと増やすか。多分この倉庫はもう使ってるから。新たに倉庫増やして、その倉庫の周りに3つ、穀物場を作りましょう。増やしましょう。まず道を伸ばそう。で、どのあたりに作るかな。とりあえず、まず倉庫ここで、アップグレードしよう。で、道を引こうか。ずれましたね。で、さらに畑を張っていきましょう。あと2つぐらい張ってもいいかな。これ畑の維持費はマイナス20、そんな痛くないもんね。パンがなくなることの方が痛いから。作ってもいいと思うんだよね。まあ、とりあえず2つで、醸造所が正しく機能してるかどうか見よう。機能してない。あ、してるわ。してるわ、よかった。あ、パンない問題、これ来る？もしかして。パン減ってってる？ゲームセーブ。製粉所は仕事してる。7。製粉所は何秒なんだろう。製粉所30秒。で、パン屋1分。なるほど。一旦これずらすか。これビールさらに増やそう。ビールあと1個増やしましょう。あ、作れないけど。資源が溜まったらあと1個ビール作りましょう。で、パン屋も1個増やそう。製粉所1つでパン屋2つ作れますから。
穀物さえあればですね。あ、穀物溜まってきました。あ、これ倉庫が足らないのかもしんない。カートの数が足らないのかもしんない。アップグレードするんだったら、お金1万いりますね。で、鉄骨材も足りません。あ、探検隊が注意を求めている。悪魔に報復だ。なんだ？どうした？どうした？重量型の船は、荒れ狂う波にたやすく飲み込まれる。武器積みすぎて重くなって沈んだんかな。最後に訪れた港であった油商人がたっぷりと支払いした罪には、船の舷側って読むんですか？火事かな？側に保管されている。しかし、その重みは、あなたの船が耐えきれるほどではなかった。それぐらい計算して乗せて。嵐の風と身を切るような波の最初の予兆が見られた途端、予定外の、そこにっていうんですかね。によって船は猛烈に沈んでいった。もんじゃもう終わったんでしょ、これ。バッドイベントでしょ。船尾の怒りを海底に下ろす。成功のチャンスマイナス20。または、間に合わせの怪病ですかを作って、成功率 20% でも一応やってみっか。失敗した。船員は、甲板に隠れなければならない。怒りは下ろされ、鎖は調節を許さず一人でに溶けていった。巨大な鉄の十字鍵は海底に達したが、海底に固定されるには鎖の遊びが長すぎた。怒りではどうにもならないことが分かり始めると、怒りでいいのかな、本当にこれ。読み方が分かりません。副官たちは揺れる船の底に逃げるように全員に命令した。しかし、油商人は安全そうに見える。時間進んでますね。見える上の船室から離れることを拒んだ。時間をかけてこの策は最善であることを説明する。これ難しいな。時間をかけてこの策が最善であることを説明してみましょう。時間の無駄だった。切迫した状況に押されて考えをきちんとまとめられなかった副官たちは、商人たちを正しく説得できなかった。商人たちが取り乱し始めると、船は大きく揺れて岸に叩きつけられた。もうダメですね。船体に開いた穴からは風が音を立てながら入り込み、それに続いて水も入ってきた。浸水は続いているが、穴を修理する。そう、諦めてはいけないんだ。映画ザ・ブリザードだってね、あの船が真っ二つになったって、それでも諦めなかったわけですから。積み荷を移動させて穴が海面よりも高くなるように移動する。そういう工夫をね、あの映画ザ・ブリザードの主人公やりましたからね、これですよ。無理やり不安定な状態にしたことで船は守られた。守られました。船乗りたちは息を弾ませながら玄武岩の入った巨大な袋を船のあちこちに移動させた。次第に穴の開いた側が浮き上がるように船は傾いた。船は細心の注意を払って岸まで動かされ、そこでようやく船員たちは修理に取り掛かることができた。OK。なんとかなりました。排気を追加して続ける。探検を続ける。引き返す。損切りして体勢を立て直そう。だからもう船がね、もうこれ以上運航しちゃいけないような状態になってると思うんで。もうこれ返すしかなくね？これ無理でしょ。帰りましょう、もう。あれ、もっと続ければいろんな資源が手に入って、帰ってきた時にはものすごい利益を得られるってことなんでしょうね。で、オマナ夫人はだいぶ前から、この熟練職人技の時代に進んでいたために、あの提督を外界に派遣して、先行利益を得てるじゃないかな。めちゃくちゃ街発展してますからね。いや、倉庫を離しているうちに安定しましたね。穀物不足がなくなりました。パン8しかない。ダメだ。なかなか、鉄骨材がたまらんな。鉄骨材さえあと1あれば、アップグレードまだいいか。
これどうしよう。もうちょっと、ゴールドファートで、畑張ります？あと1枚ぐらい張れますよ。今日はあとちょっとやったらやめよう。安定したっちゃ安定したんだけど、これでももう適当にやりすぎて取り返しのつかないところまで遅れを取っちゃってるかもしれませんから、一旦コメントを見たいんですよ。あと1枚こ、畑張ったので、維持費マイナス20にはなったけど、穀物ゼロっていう状況がノーショーピングで起きることは減ったかな。職人技の時代なので、労働者アップグレードしていこう。アップグレードするのに、ああ、なるほどね。職人技の家にするには鉄骨材がいるんだね。それで鉄骨材使っちゃってたんだ、俺。Warm sun floods the meadow. 職人の需要を満たすには、まずは、幸福度上げようか。幸福度上げればお金たくさん手に入りますからね。まずは多目的の劇場を作りましょう。多目的劇場。どれ？どれなんだろう。多目的劇場。これロックされてますよ。あ、職人の数を増やさないとダメなんですね。いや、もっともっと人口を増やさないと。人口を増やさないとダメですね。これ以上あんま人口を増やしすぎると今度、服がない問題も発生しそうですからね。怖いね。服を作るのも農家でできるから、これラリンゲンとかでやってもいいな。ラリンゲンそういえば手つけてないから。あ、そうだ、ラリンゲン。ラリンゲン。ラリンゲン全く開発してないな。ノーショーピング、現在木材が71あるから、作ったスクーナー船で、木材50個ぐらい持ってといてね。ラリンゲンの島は、ゴールドファイトの火災を抑えられた。あの、ラリンゲン、製材所作りたいんだけど、製材所作るのに製材が10いるんですよ。だけど、ラリンゲンには製材が8しかなくて、とりあえず木材持ってかないと始まんないんですよ。あれ？ラリンゲン行きましょう。で、もうちょっと街でかくしよう。空いてるところに家を足していこうか。ああ、もう木材がないですね。レンガが150あるんで、今のうちに舗装でもやろうかな。まあ必要かどうかわかんないけど。で、工場労働者を増やして、ビールはあるんで、お金を稼いでいこう。ああ、もう製材がないや。今日はこの辺りにしようか。なんとかコメントを頼りにしながらですね。農業大躍進を行ったところ、収益が増えましたね。現在890ぐらいですね。まあ、次回はですね、まあ、町の拡張をやるんですが、どっかのタイミングでフリゲート艦を作れるんだったら作りたいなと思います。交易なんかもね、手が回れば、やっていきましょう。ご視聴ありがとうございました。お疲れ様です。さよなら、バイバイ。